んばんは。まさかの部屋のお時間です。毎回毎回ゲストをお迎えして、今さらながらの本音で迫るフリートーク。今日もゲストの方をお招きしております。芳賀友仁さんです。はじめまして。最初にお断りしておきますが、この芳賀友仁さんはですね、噂の未確認アイドルということで、未だそのルックスを誰も見たことがありません。さて、そのアイドルなわけですが、この未確認アイドルというのはまさに現代の噂のネットワーク時代を反映したメタファーな存在と言えるではありませんか。だったら目だけ隠すのはおかしいんじゃないか、まあ隠すのは目だけではなくていいんじゃないかというご意見もありましょうが、まあそんなことは知ったこっちゃございません。ここにですね、あの芳賀友仁ちゃんのプロフィールがございます。これですね、ちょっと見てください。ご覧のように目が隠してありますね。巷でよく見かける風俗師のあのギャルのようないかがしい雰囲気がございますが、背の高さが158センチ。あ、そうですね、16歳高校1年生。はい。今なんと。はい。あ、そうですか。そしてバストが78。はい。あ、ウエストが58。はい。ヒップが80と。はい。このようになって、聞きましたか皆さん。ご覧のようにですね、アイドルらしくはいといいえしか答えておりません。人間の体の一部でですね、息を吸い込んで溜めておく器官は何て言いますか。肺。あ、そうですね。それではですね、ハウス、これを英語で言うと何でしょう。いいえ。あ、いいえですね。なるほど。それではですね、飛んできてうんこにたかる虫は何て言うんでしょう。ハエ。ハエね。いいでしょう。まあこんなことやっててもらちが開かないんです。早速それではデビュー曲を聴いてもらいましょうね。はい、聴きましょうね。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、これではですね、
テレビを見ている方もちょっとイライラなさっているんじゃないかと思いますので、ここでヒントというか私はサービスをして差し上げたいと思います。ここにですねアイマスクをこう4種類用意しました。それでですねこのゆいちゃんにこの目をはめていただきまして、その合っている目ですね、その時にははい違ってたらいいえとこうおっしゃっていただきまして、その実態を確認したいと考えております。じゃあゆいちゃん協力願いますか。はい。あ、そうですか。じゃあね最初にこれをちょっと当ててみてください。これはどうですか。違います。違います。あーはいとかいいえ以外にも喋れるんですねはい。それではですねこれはこういくと、あ、これやっぱおかしいですね。こうですね。はい、これはどうですか。いいえ。違う。これでもない。不思議ですね。じゃあこのまさにですね少女漫画に出てくるような目なんですが、これなんでしょうかね。はい、これが一番近いと思います。これが近い。ちょっと外してみてくださいあーまさに分かりませんね。近いか近くないか全く分からない未確認の状態です。あ、私はこの隠された目の裏に何があるのか、その実態を実は知っているんであります、その実態はですね、考えるだけでよろし、あんなものがついているのかという感じでございます。いや参ったな、あんなものついているの。ではまた来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。